はい、それではですね、ドリーム ABC のレッスン2のですね、本文に入りますね。今まで、文法構文の説明をやりました。それからエクササイズである程度文法構文のですね、を理解する練習問題をやりましたね。ここではですね、3つ目のパートでもって、ここでは本文をですね、中に使っているいろんな例文を使ったものでもって勉強したいと思いますね。ですか、このレッスン2の本文は2つからできてますね。その最初の文がテキスト1ですね。ちょっとですね、最初レンダエイミーですか、これを2人をですね、ダイアログでやってもらいましょう。一人で、うん、はい、OK。 Hi, my name is Ren. Hello, Ren. I am Amy Parker. Are you a student? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. I'm the history teacher. I'm from Boston. Oh, it's nice to meet you.Nice to meet you too. By the way, this is Mei Ling. Hello, Ren. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mei Ling. Are you from Boston too? No, I am not. I'm from Shanghai, China. I'm a student. How about you? I'm a student too. And I'm from Japan. はい、どうもありがとうございますね。このレンとですね、エイミー、どちらが正しい発音かよくわかりませんけど、多分エイミー。どちらでも発音できると思って、人の名前ってのはものすごく難しいんですよね。ですから、いろんな言い方があるか知りませんが、エイミー、どちらでもいいと思って、私たちの訳の中でエイミーと言ってますけども、エイミーの方がいいか知りませんね。はい。それちょっとわかりません。いずれにしても、レンとエイミーの対話ですよね。レンっていうのは、これは男の子だというふうに一応想定してますね。これ女性もいたらごめんなさいね。でも、一応この中では男性ですね。エイミー、これは東電にはですね、エイミー、これは女性ですね。それからメイリンかな、これ中国名ですかね、メイリンですね、と言いますね。この中の対話だけ、意味だけ確認しましょうね。もしですね、この訳例が欲しい場合は、あれですね、また後で何度も説明しますけども、MM オフィスのですね、ホームページの方を開いてもらって、これだけ送ってくださいって言ったら、訳だけ送ることはできると思います。一応、じっくり、大体皆さん分かると思いますね。はい、マイネームレンで、分かる。これは、はいっていうのは、こんにちはとか、砕けた話し方ですね。私の名前はレンですね。それから、ハローレンでね。いや、こんにちはレン。はいに対して、ハロー。はいははいでもいいかもしれませんが、ハローレンでね。I'm Amy Parker. 私はエミー・パーカーですとね。エミーの方がファーストネームで、パーカーがファミリーネームでしょうね。Are you a student? あなたは学生ですか? Yes, I am. はい、そうですね。Are you a teacher? あなたは先生ですか? Yes, I am. はい、そうです。I'm a history teacher. History はこれ歴史ですね。歴史の私は先生です。I am from Boston. 出身です。Where are you from? I am from Boston. と言いますね。Boston.マサチューセッツ州ですね。アメリカでも一番古い歴史があるところですね。寒いです、冬はね。シカゴも寒いですね。シカゴ、really terribly cold, right? In winter, right? In windy, right? Yes, I know that, right? When I was young, I used to be there for 4 years, something like that. Just terrible, ね。Sometimes, really strong snowstorm, something like that. Really strong breeze, something like that. Right. Okay.So you are born and brought up over there. Yeah. Okay, good. シカゴも寒いですよね。私もシカゴに学生の時に昔いたもんとか分かってますけど、アメリカはすごいですよね。寒いです。でも、驚くことに、グローバルウォーミングといって、この頃地球が熱くなってきてますよね。それで、驚いたことだけども、この間、あれですね、シンガポールに長く住んだりとかね、どっちが熱い、日本の方が熱いに決まってますって言ってましたけど、ちょっと驚きましたね。タイから来た友達が来て、日本は暑いって言われた時に私ちょっと驚きまして、なかなか、これでどうなんですかね、東京オリンピックなんて無事にやれるのかな、天気の、ちょっと不安ですね。でもヒストリーティーチャーは、歴史の先生、この場合もあがつきますよ、間違いない、歴史の先生。I'm from Boston、私はボストンの出身、Nice to meet you はね、連絡します。これはね、よろしくとか、はじめましてですね。How do you do のもう少し砕けた言い方ですから、Nice to meet you 中だと、もうこちらこそぐらいで言ってますね、対話ですよね。By the way というようなところで、ちょっとこの by the way は定期的に印をつけてくださいね。ところで、ね、こちらはメーリングですとか、こうですね。で、Hello, Ren. こんにちは、Ren. Nice to meet you. よろしく。Nice to meet you, メーリング。
よろしくね。Are you from Boston too? あなたもボストンの出身ですか ?No, I am not. いや違います。I am from Shanghai, China ですね。中国の上海ってのは私も二度ぐらいと大きいですね。もう桁違いですね。もう本当に大きいですね。近代都市ですね。驚きました。ね、I am from Shanghai, China ですね。I am a student ですね。私は学生です。How about you? これ覚えましょう。How about you? ってのはあなたはどうですかとかね、そういう意味ですね。いろんな格好で使いますか、ここなんかね。ここでは単なる立場を聞いてるんですよね。I'm a student too. で、私も学生です。And I am from Japan. 私は日本の出身ですね。連ですね。Could you just read one more time? Okay, the whole passage. Okay, please. Hi, my name is Ren. Hello, Ren. I'm Amy Parker. Are you a student? Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. I'm a history teacher. I'm from Boston. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. By the way, this is Mei Ling. Hello, Ren. Nice to meet you. Nice to meet you, Mei Ling. Are you from Boston too? No, I am not. I'm from Shanghai, China. I'm a student. How about you? I'm a student too. And I'm from Japan. いいですね。時々声を上げて読んでみてくださいね。これが全部ですね、本文がスカイプの勉強とつながりますんで、それで初めてあれですね、この一つの効果を表しますんで、この本文はですね、何遍も説明しますけれども、ですね、内容が理解できたものをですね、今度スカイプの授業を取ってもらって、一対一でこれだけでやると、十分に、聞けて話すようになりますね。そういう仕組みになっております。さあ、それではテキストの2言ってみましょうか。あれですね、ホセとオマールの会話、対話ですよね。ここもいるのかな、まず2人だけですね。これも同じようにリエゴ先生にですね、The whole passage, could you read first, alright? How do you do? My name is Jose. I'm a musician. Really? That's nice. Where are you from? I'm from Mexico. How about you? I'm Saudi Arabian. Do you know Saudi Arabia? No. Where is it? It's near Africa. It is beautiful. Sounds nice. Are you a student here? No, but my brother is a student. Here he comes now. はい、そうですね。英語を読むけど、ホセと濁りますからね。日本語ではホセというふうに一般に言いますよね。How do you do? これ、はじめまして。My name is Jose. ホセですとね。まあ、典型的な名前ですよね。I am a musician. 音楽もいろいろいますからね。大ヒットするとね。まあ、カラオケのちょっと上ぐらいで歌ってるといろいろいますから、まあ、ミュージシャンです。私はミュージシャン。皆さんね、ミュージシャンのスペルはしっかり覚えてください。ただね、このオマールさんが言いますね。オマールは男性名ですけど、リアリーね。みんなそう聞くとちょっと驚きます。本当ってね、ちょっと構いますね。リアリー本当ってね。目がちょっと輝きますよね。だってね、それはすごいね、素晴らしいねぐらいですね。だってない。それは素晴らしいね。ね。Where are you from? あなたはどこの出身ですか、ご出身。I'm from Mexico. メキシコって、まあ、ホゼですからね。そうですよね。How about you? これもさっき出ましたね。How about you? は、あなたはどうですか、この場合はですね、あなたはどこの出身ですかってことね。I'm Saudi Arabian. I'm Saudi Arabian. 私はサウジアラビア人ですってことですね。だから N がついてますね。Do you know Saudi Arabia? で、サウジアラビアってあなた知ってますかってですね。もちろん知ってます。アジアの人だらね。でもまあ失礼がないで。No? Where is it? ちょっとごめんなさいね。ホズさんはちょっと知らなかったかもしれませんね。まあね、なかなかその、あれですね、メキシコの出身ですからね、ちょっと体力が違いますよね。これ実はね、サウジアラビアっていうのは、アフリカじゃなくて、もちろんアジアですよね、当然のようですね。ね。No, where is it? いやいや、知らない。だから、No は No, I don't でしょうね。Where is it? それはどこにあるんですか ?It's near Africa. アフリカの近くだけでアフリカじゃないんですね。It's beautiful. ね、美しい、そうです。美しいですね。私も何遍か行ったことありますけど、美しいですね。Sound nice ね。これは sound は聞こえるですね。素晴らしく聞こえますね。ね。まあ、これはあんまり訳をやらないけどね。何かこう耳障りがいいですね。とかね。素晴らしく聞こえますね。サウンドはそういうふうに聞こえるという意味ですね。Are you a student here?
あなたはここの学生ですか？前後関係が分かりませんけども、そうですね。言ったらですね、No, いいえ。But my brother is a student. しかし私のお兄さんか弟か分かりませんけども、私の今日男の兄弟は学生です。Here he comes. 今ね、彼がやってきますよ。こっちにとことこ現れる。そこで会話が終わってますけども、まあね。アジアのことなんかもいろいろと語るのは大事だと思いますよね。ホゼとですね、オマールの話ですね。Could you read the whole passage one more time? Okay. How do you do? My name is Jose. I'm a musician. Really? That's nice. Where are you from? I'm from Mexico. How about you? I'm Saudi Arabian. Do you know Saudi Arabia? No. Where is it? It's near Africa.It is beautiful. Sounds nice. Are you a student here? No, but my brother is a student. Here he comes now. そうですね。サウジアラビアの方がジャパンと同じで、サウジアラビアだったらジャパニーズと同じですね。意味はそういうことです。だから N がつくんとつかないんでだいぶ違ってきますけども、まあね、これに注意してやってください。さあ、それでは本文ですね。一度にやりましたんで、何遍も声を上げて読みながらですね、あとはスカイプで勉強やってください。お願いいたします。はい。